ピョートル大帝湾の衛星画像。中央にムラビオフ半島が突き出し、その先端にウラジオストクがある。半島の南西にはルースキー島が浮かぶ。湾王には水噴火の三角州がある。ピョートル大帝湾は日本海最大の湾。日本海の北西部、ロシア沿海地方の南部に位置する。湾の奥行きは 80km、入り口の幅は 200km ほどで、 中央の村ビオフ半島とルースキー島などの島々が湾を東西に分けている。極東ロシアの港湾都市ウラジオストクは村ビオフ半島の先端のアムール湾側にある。湾に注ぐ最大の河川は中華人民共和国の国流交渉から流れる水噴火でアムール湾の奥に河口と三角州がある。湾内部には小さい入リ江や半島が入り組み、 海岸線の延長は1 5 0 0トルに及ぶ。代表的な入り江には、ウラジオストク市内の金閣湾及びジオミード湾を、はじめ、北朝鮮国境に近いポシェト湾、ナホトカ市のある、ナホトカ湾、ストレロク湾、ボストーク湾などがある。湾内の島は、リムスキー・コルサコフ諸島、イエフゲニー諸島など。最大の島ルースキー島は、ウラジオストク市街の沖にあり、 東ボスポラス海峡で本土側と分かたれている。この海峡には、ルースキー島連絡橋が建設されている。湾のうち630平方キロメートルほどは、極東海洋保護区に指定されている。湾内には、砂浜や夏の別荘、キャンプ場などが多く、特にシャモラ湾は、海浜リゾートとして人気が高い。また年に1回、 両トル大抵ワンカップというレガッタも開催されるなど、レジャーが盛ん。一方で軍港として、古くから重要であり、海洋汚染の問題も抱える。湾の南にあるウラジオストクは、不登校であるが、湾の北部一帯は陶器、薄い海氷に覆われる。ロシア連邦政府は、通常の領海を越えて、湾全体を国際法上の内水とする、歴史的湾と主張している。 アメリカ合衆国はこれを認めておらず、それを示す、高校の自由作戦の一環として、2018年12月5日に駆逐艦を接近させた。ありがとうございます。